はい、どうもこちら渡辺です。今日はですね、最近発売になったちょっと新ガジェットをですね、レビューしていくんですが、今回ねこちらでございます。こちらがですね NTT ソノリティから、発売になりました、新型のねヘッドホンですね、ヌーム1っていうですねこれヘッドホンになってます。まあ要はですねヘッドホンなのに完全にオープンな見た目をしている、耳を塞がないヘッドホンになってるんですよ。でここ最近だとこの耳を塞がないイヤホンはですね、まあ非常に人気で、まあいろんなメーカー出してますし、まあ NTT ソノリティさんもですねヌームシリーズでいろんなイヤホン出してますが、ヘッドホンはですね今回初だと思います。非常に珍しい商品になってますので、今回はこちらをですね実際に使ってみての感想をですねお伝えしていこうと思います。それでは行ってみましょう。はい、ということで、まずね開封するところからですねお見せしていこうと思います。もう実際使ってるんですけど一旦ね箱に戻しました。ちょっとね箱も結構面白いんですよ。では開封していきましょう。はい、こんな感じで開けていきます。そうするとですね、これ特徴的な、はい、こんな感じのですね、なんかめっちゃ可愛いですね、外箱が出てきました。このまんまね、持っていけちゃいそうなですね、とってもついてるようなですね、箱になってるんですけど、この中にヘッドホンが入ってます。開けてみましょう。これね、結構特徴的ですよね。よ。はい。で、開けるときは、こうですね。開けますとこんな感じで、はい、ヘッドホンが入ってます。付属品はシンプルで、これね、USB-C2C のケーブルが1本入ってます。結構長め。これだけです。あとは、本体が入っているという流れですね。はい、そしてじゃんと、こちらがですね、今回のこのヘッドホンになってます。いや、これ、すごいですよね。まあ、こうして見るとですね、まあ、普通のヘッドホンかなと思うんですけど、横から見た瞬間に、完全にこの部分、筒抜けじゃないですか。スッカスカなヘッドホンっていうね感じの見た目になってます。いや、これコンセプト画像とかですね、実は結構前に見たことあったんですけど、なんだこのヘッドホンはっていうね、衝撃を受けた思いがですね、あります。で、こちらですね、すでに発売されてますので、気になる方はですね、もう購入することができる状態になっています。はい、上から見てもこんな感じ。もう下の手がですね、完全に見えてますよね。で、こちらコンセプトとしては、この自分の音と周囲の音を融合させるデュアルループデザインというものになってます。要はコンセプト的には耳を塞がないイヤホンと基本一緒で、まあヘッドホンタイプになっているんですけど、まあこうやってね頭に装着していても耳を塞がない。自分のこの喋ってる声も、まあ周囲の人の声とか環境も全部まるっと聞こえてきます。でその上で、このヘッドホンからですね、出てくる音は自分だけに、まあ、ダイレクトに届くような仕組みになっているというところですね。で、どうですかね、この見た目。こうやって見てみて、結構特徴的だと思うんですけど、なんかこの未来感がね、あって、結構かっこいいんじゃないかなっていうふうに思いますし、まあ、外観のこの高級感とかもですね、感じられますよね。まあ、かなり独特だと思います。まあ、普通はこのワイヤレスヘッドホンは特にですね、この密閉型がね、ほとんどだと思いますので、ヘッドホンを装着すると、基本的にはですね、もう自分の世界に集中するみたいな感じになると思います。まあ、もちろんそれはそれでいいんですけど、まあ、こちらのコンセプトとしては、ヘッドホンを装着して、いい音で音楽を楽しみながらも、周囲とのつながりは持っておく。みたいな、そういう感じなんですよ。はい、ではですね、ちょっとこちらのスペックをですね、お伝えしていこうと思います。スペック表こんな感じになっております。こちら形式はダイナミック型になっております。はい、で Bluetooth のバージョンは 5.3 ですね。で対応コーデックは SBC-AC-LC3 となっています。まあ、基本的に、Android スマホで使う場合は、対応しているデバイスであれば、LC3 にね、していくのがいいのかなっていうところですね。要は LE オーディオになっております。うちではですね、Pixel 9 Pro Fold と、Xperia 1 Mark 6、この2つで試しましたが、まあ、両方ですね、LC3 で接続することができました。まあ、iPhone の場合は現状 AC になるのかなっていうふうに思います。で、マイクに関しては、MEMS 型のね、無指向性マイクが2個入ってます。で、バッテリー駆動時間は音楽再生で最大20時間となっていますので、長時間の再生が可能になります。まあ、やっぱりヘッドホンタイプなので、まあ、1回フル充電した後の連続再生には非常に強いです。充電時間は約 1.5 時間ですね。で、マルチポイント接続にも対応してますので、2台のデバイスの同時接続も可能になってます。はい、ということで、ちょっと重量をですね、測ってみようと思います。いきます。めっちゃ軽いです。この現時点でも。
はい、重量がですね、約 185.6g となっております。このくらいの重量なので、やっぱりこのワイヤレスヘッドホンとしては超軽い部類だと思います。重さが気になるなとか、長時間装着するの疲れるなっていう方もですね、結構いると思うんですけど、こちらはマジで疲れないですし、長時間装着が余裕でできるんですよ。そういうヘッドホンですね。耳に装着する部分ですね、耳に当たる部分は、一応こんな感じでシリコンの素材のね、パッドがね、ついております。一応こちらがね、耳にちょっと当たる感じにはなるんですけども、まあ一般的なヘッドホンのふかっとした装着感ではないんですけど、まあ、こちらもですね、そこまで違和感なく耳に当たる形になって、まあ、痛みとかはないかなっていうふうに思います。でヘッドバンドの部分に関しては、もう少し弾力があるですね、形になっております。で側面に関しては樹脂素材でですね、硬くなっています。ちなみにこちら折りたたみには対応してないですね。バンド調整はこんな感じで滑らかに長さ調整ができるっていう形で折りたたむことはできないです。はい。そしてこちらですね。もうダイレクトに見えていると思います。中身見えちゃってるんですけど、今回こちらですね、2-way ドライバー構成となっていまして、伸びのある広域を再生する 12mm のツイッタードライバーと、低歪みで低域を再生する 35mm のウーファードライバーを新開発して搭載しています。でそれぞれのドライバーは別々のアンプで駆動します。でさらにインテリジェントな DSP 処理によって大音量でも歪みなくですね、音声を再生することができるという特徴があります。まあこれによってですね、このオープンイヤーならではのあのスピーカーがね、耳元にあるような広がりをね、感じることができると。オープンイヤー型のイヤホンの、まあ、弱点でもあるような低域のね、物足りなさっていうところが改善されてます。はい、それではですね、ちょっとまず気になる装着感についてですね、お伝えしていこうと思います。やっぱりね、これヘッドホン自体がめっちゃ軽いので、この首にかけてる時もですね、あ、重いなっていう感覚はね、ほぼないので、まあ、外してる時はこんな感じでね、首に装着しておくと。ちょっと音楽聴こうかなっていう時にこの頭にですね、すぐこう持っていって、はい、こんな感じで使うことができます。ちなみに今ですね、帽子も、つけてますし、メガネもかけてますが、この状態でもですね、特に違和感なく、非常に快適に使うことができております。で装着感としてはもう本当にヘッドホンとは思えない圧倒的な開放感があるんですよ。めちゃめちゃ軽いし、風通しがいいし、自然な装着感になってます。で特にですね、ヘッドホンってちょっと暑い時期は使いたくないですよね。やっぱりこの圧迫感と蒸れが気になるし、ちょっと風がこもってしまうような感じがあるので気になると思うんですけど、これはですね、風通しがいいっていうところもあって、まず蒸れないんですよ。ちょっと部屋暑いかなとか、そういう時でも全然ね、普通に使えちゃうんですね。で数時間レベルでちょっと長時間装着してみたんですけど、全くね、この耳の周りが痛くなったりとか蒸れたり気になるってことはなかったので、まあ、長時間ヘッドホン装着したいっていう場合も全く問題ないと思います。ちなみに、装着する時に伝わりますかね、クッとスピーカー部分を角度調整することができるようになってます。まあ耳の穴に向けて角度ですね、調整して使うような仕組みになってます。これもちょっとね、ギミックがあって面白いですね。はい。でですね、次気になると思うのは、これ、音漏れするんじゃないのっていうところ気になりますよね。で、これなんですけど、正直なところ、びっくりするくらいですね、音漏れ少ないです。え、こんな漏れないのっていうふうにちょっとね、思ってしまいました。これですね、特殊な技術が使われていまして、ブランド史上初の、音を操る NTT のコア技術ということで、PSZ っていう技術と、マジックフォーカスボイスっていう技術を、まあ、ダブルで搭載しています。これがですね、NTT の独自技術ということです。PSZ っていうのが、パーソナライズドサウンドゾーンっていうですね、名称みたいで、まあ、要はこのフルオープンのヘッドホンになっているのに、周囲への音漏れをですね、抑制してくれます。スピーカーから出てくる音に対して、まあ、逆ノイズキャンセリングみたいな技術を使って、外へその音が漏れないように抑制しているということですね。で、その他マジックフォーカスボイスっていうのは、通話する時の、自分の声をですね、クリアに届ける技術になっています。この非常に開放的な状態で、通話をしたりとかですね、オンラインミーティングで使うことができるっていう感じですね。で、実際音漏れじゃあどのくらいなのっていうところで、スマホの音量ですね、50% ぐらいで、ちょっと音楽を聴いたりしていて、で、近くに妻がいて、音漏れ気になるっていうふうに聞いても、まずですね、音が鳴ってることに気づかないレベルです。で、50% の音量で、じゃあ自分はどのくらい聞こえるのっていうと、結構リッチにですね、十分な迫力がある音で、
聞こえてます。なので本当に BGM 的に小さく鳴らしてるっていうわけじゃなくて、ある程度の音量で聞いていても周囲への音漏れはほぼほぼ気にならないです。で、室内の空間だとやっぱり環境音が少ないっていうところもあって、例えば 60%、70% ってなってくると、ちょっとずつですね、このシャカシャカっていう音が近くの人にはですね、分かるようになってきます。人が少なくて環境音が少ない部屋とか、そういったところで音漏れがちょっと気になるなっていう時は、音量をですね 50% くらいに抑えておくといいかなと思います。 70%、80% とか本当に大音量で、聞きたいなっていう場合は、まあ、一人でね集中できる環境とかでね使った方がいいかなと思います。あとですね、特徴としては、外とかですね、屋外で使った時は、その音漏れがですね、さらに気にならなくなります。外の空間って、環境がすごいたくさんあるので、そこにうまくですね、音が紛れ込むような形になるので、周囲への音漏れは、さらに気にならなくなりますので、まあ外で使うときはですね、60% から 70% くらいで聞いてあげても全然いいのかなと思います。ちょっと音漏れテストしますね。正面のカメラのガンマイクの方から音をちょっと拾ってみようと思います。はい、じゃあ音量 50% で再生してみます。はい、ちょっと音漏れどうでしたでしょうか。結構ね、やっぱ 50% でも聞こえる自分としてはですね、音めっちゃね、大きく聞こえるんですよ。なんで普段使いはほんと 50-60% で十分かなって思うぐらいなんですね。だけど、正面の音をですね、あんまり聞こえてなかったんじゃないかなと思います。もしかしたらね、マイクの性能がいいので、シャカシャカっとちょっと聞こえていたかもしれないですけども、人の耳にそこまで聞こえる感じの音ではないです。はい、ちなみにですね、周囲の音に関しては、これだけヘッドホン開いていますので、完全にフリーに聞こえてきます。要は、何も耳に装着してないのと同じ感覚で音は入ってきますので、まあ、BGM 的に音楽を聴いたりとか、動画を見たりとかしてる時も、まあ、家族からね声かけられたらちゃんと反応できるし、まあ、配達の人がピンポン来てもですね、しっかりとそれに対応することはできます。気づけます。なのでこれはね、外とのつながりを持ちつつも、まあ、自分だけでちょっと音楽を聴いたりとかすることができるっていうね感覚ですね。ただもちろんですね、外の音ダイレクトに聞こえますので、ノイキャンで静かにもうしたいという場合は、こちらの製品は向かないので、そこは注意してください。はい、じゃあですね、ちょっと音質に関してお伝えしていこうと思います。で、音質に関してなんですけど、イメージとしてどうですか？このスカスカな感じというか、完全にここ開いているので音もちょっとスカスカになるんじゃないかなっていうね、懸念みたいなところあると思います。で、自分もちょっと心配ではあったんですけど、完全にね、これ音楽聞いてみて、その予想を覆されました。まあ、ずっと聞いてたくなるようなバランスの取れた高音質っていう、ね、イメージです。まずですね、これ耳、フリーな状態なのに、音の軸がしっかりしてるので、まあ、すごく安定感があるんですね。で、このオープン型なのに、この音が周囲に漏れている感覚みたいなところもないですし、音が周囲に逃げちゃってるような感覚もないし、まあ、比較的この密閉型のヘッドホンに近いような、この音の再現性があると思います。で、高音域に関してもですね、まあ、割れたりとか耳障りな感じは全くなくて、まあ、ギターとかシンバルの音のキレの良さを再現しつつも、音が自然に伸びていきます。で、適度なきらびやかさもあって、まあ、気持ちよくですね、聞くことができます。で、中音域に関しては、十分な厚みもあって、ボーカルの透明感、クリアさもありつつも、しっかりと伸びていくと。いうところですね。で、やっぱり一番気になるのは低音域だと思います。正直低音域の存在感もしっかりとあるんですよ。適度な量感で十分な迫力もあるんですけど、低音域独特のこのモコモコっとした感じとか、こもった感じは一切なくて、引き締まったバランスのいい低音になっていると思います。低音域がですね、結構強くなるような楽曲であっても、まあ、中高音域がこの低音に埋もれてしまうようなこともなくて、まあ、全体的に引き締まったバランスのいいですね、再生になっています。で、あとすごいなと思ったのは、まあ、音量をですね、逆に 30-40% とか結構下げていってですね、BGM 的にちょっと聞こうかなっていう時になんかもう、低音の音痩せが全然しないんですよね。音量少なくても低音が結構豊かにですね表現されますんで、小さめの音量で長時間聞きたいっていう時も、まあ、バランスよくね楽しめると思います。で、もちろんですね、同価格帯のノイズキャンセリングヘッドホンとか密閉型のものと比べると、さすがに若干ね音は見劣りするんですけど、まあやっぱりこのヘッドホンならではの、長時間余裕で装着できるこの開放感とこの音の良さっていうところが、まあ、うまくですね
マッチしてる、ね、製品かなと思います。ではですね、バーチャルショーの方ですね、収録してみたので、一応どんな感じで聞こえるのかチェックしてみてください。こんな感じです。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、今回の視聴環境としては、Xperia 1 Mark 6 に、LC3 で接続した時の音声になります。はい、でですね、いろいろ他にも使い方があります。まず一つこちら、USB オーディオに対応しています。USB-C でケーブル接続してですね、スマホとかタブレットとか PC に接続して、普通にね、有線で使うことができます。で、これ使ってみてちょっと思ったんですけど、この開放感と気楽な装着感って、個人的にはですね、作業用に結構適してると思ったんですよ。自分は普段からですね、動画編集するときには、まあ、開放型のヘッドホン使ってるんですけども、なぜかっていうと、やっぱり周囲の環境をね、多少入れたいんですよね。配達員が来たら気づきたいし、家族に声かけられたらね、すぐ反応したいので、まあ、開放型のヘッドホン使ってるんですけども、それでもですね、やっぱり長時間使ってると、若干耳疲れてくるなっていう感覚あるんですよ。で、あと、夏ちょっと暑いなっていう感覚はある。で、こちらですね、めちゃめちゃ風通しいいし、疲れないので、長時間の装着は本当楽なんですよ。なんですけど、まあさっきお伝えしたように、すごくバランスがいい音なので、まあ作業用のヘッドホンとして使っても全然ですね、活用できるんですよ。で、しかも蒸れないので、ちょっと暑いなっていう時期でも、普通にね、長時間作業で使えるというところです。なのでこれ普通にこの作業用のヘッドホンでこれから使おうかなって思えるようなものになってました。ちなみに USB-C でパソコンに接続すると、音声の出力はもちろん入力もできます。マイクも使えますんで、ウェブ会議にそのままの状態で参加することもできます。はい。これ結構使いやすいと思います。はい。ということで、通話性能をですね、ちょっとチェックしてみようかなと思います。はい。今こちらはですね、Noom One のヘッドホンのマイクを使って音声を収録してます。マイク品質いかがでしょうか？では、ちょっとここでノイズを。はい。今こちら飛行機のノイズを鳴らしている状態で音声を収録しています。ノイズがある環境で音声いかがでしょうか？はい。さらにヘッドホンに直接風を当てていますが、音声の聞こえ方はいかがでしょうか？風とノイズがある環境でこんな感じです。はい、通話性能をチェックしましたが、やっぱり Noom シリーズのこのイヤホンヘッドホンってマイク性能めっちゃ高いので、通話とか会議にはマジで適していると思います。環境音が多少あってもうまくですね、その環境音をカットしながら、収録することができていたと思います。はい、その他ですね、操作に関してなんですけども、操作は、これね、物理ボタン式となっています。こちら電源ボタンですね。そしてこちら音量のボタンになっています。このボタンを使っていく。こちら1回クリックで再生停止。で、複数クリックで次の曲、前の曲。で、音量ボタンに関しては音量のプラスマイナスということで、まあ、やりたい操作はこの物理ボタンを使って行うことができます。操作ミスもないと思います。ちなみにこちらですね、マルチポイントの接続にも対応してますので、今実際2台のスマホ同時に接続してますが、挙動に関しても問題なくですね、動いております。で、遅延についてなんですけども、こちらね、LC3 で接続していて、遅延がかなり少ないので、まあ、音楽視聴はもちろんですね、動画視聴とかで、口の動きと音の入り方とかですね、非常に自然なので、まあ、比較的遅延も少なく使うことができます。まあ、音ゲーに関しては若干の遅延はあるんですけども、まあ、プレイできる範囲内かなっていうところではあります。はい、そしてアプリに関してはこちらですね。バッテリーの残量がわかるのと、サウンド設定のところに行きますと、はい、
実はですね、イコライザーがあります。まあ、このようにプリセットが、ね、いくつかありますっていうところと、まあ、ユーザー設定のところで、自分好みにですね、この音域をね、カスタムしていくことも、はい、できるようになっております。ボタン操作に関しては、このような形で、表示はされるんですけども、これ、変更することはできないので、操作のカスタマイズはできないみたいです。はい、その他ファームウェアの更新ができたりとか、マルチポイントのオンオフとマジックフォーカスのオンオフですね。この辺ができるというところです。まあ、アプリとしてはね、非常にシンプルなものになっております。機能性がすごい多いっていうわけではないです。はい、ということで、今日はこんな感じですね。Noom 1っていうですね、かなりこれ独特な、耳を塞がないヘッドホンについてレビューしてみました。やっぱりですね、このドライバーのサイズが大きかったりとか、そもそもヘッドホンタイプになってるってところもあって、耳を塞がないイヤホンタイプと比べると、やっぱりですね、格段に音いいです。まあ、本当にリアルにスピーカーがここからあるようなこの迫力があるっていうところと、その迫力とこの開放感が共存されてるっていうところが、まあ、非常に特徴的です。まあ、周囲とのつながりを持ちつつ、なるべくいい音で音楽を楽しみたいっていう方にぴったりかなと思います。で、あと個人的には作業用ヘッドホンとしてもですね、十分ありなんじゃないかなと思ってますので、まあ、そういった使い方をしていくといいと思います。こちらすでに発売中となっておりまして、価格は 39,600 円となっております。はい、ということで今日こんな感じで以上になります。この場合は高評価、チャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。